今日はですね、世界を統一するであろう英雄は日本から現れるっていう、そういうふうな話をしたいと思うんですけれども、何お前ね、唐突に奇妙なことを言い出してんだっていう、そういうふうに思われるかもしれないんですけれども、これ実はですね、英雄っていうのは、文化や文明の境目から現れるっていう、そういうふうな説が、あるんですけれども、例えばですね、中国の英雄、中国の一般人からですね、皇帝に上り詰めた人っていうのは、劉邦と朱元璋しかいないんですけれども、この例えば劉邦っていう人はですね、拝県っていう、中国の拝県っていうところの出身なんですけれども、この拝県っていうのはどういう場所かっていうとですね、淮河っていう川のですね、河口付近の流域にあるわけなんですよね。この淮河っていう川はですね、黄河と長江の間を流れている中国第三の大河なんですけれども、この淮河を境にですね、北は小麦の世界で、南は米の米作地帯っていう、そういうふうなことになっていて、中国を二分するですね、北と南の境目に淮河っていう川が流れているんですよね。そして北の文化、南の文化っていうのは異なっていて、その境目が淮河であって、そこに生まれたのが劉邦っていう、そういうようなことになるんですよね。他の例を言いますとですね、例えば日本で言えば、豊臣秀吉、一介の農民からですね、天下人に上り詰めたっていう人なんですけれども、この豊臣秀吉の生まれた尾張っていう地方はですね、当時ですね、東日本と西日本を分ける境目に位置していたんですよね。日本っていうとですね、昔からなんかですね、一体性があってですね、一体性を持って日本っていう国が存在したかのように思っている人多いと思うんですけれども、実はですね、西日本と東日本っていうのは文化的に異なっていて、例えばですね、西日本っていうのは村社会で、東日本っていうのは家社会っていう、そういうふうなことになっていて、例えば現代でもそういうふうなことが生きていて、障害未婚率の男性の障害未婚率では、西日本の方が男性の障害未婚率は低くてですね、東日本の方が高いという、そういうふうな傾向があって、これは西日本が村社会の名残を残していてですね、東日本がですね、家社会の名残を残していて、おそらく女性がですね、家社会っていうものを拒否しているから、女性にですね、東日本の男性が拒否されている結果だろうっていうふうな、そういうふうな議論もあったりします。そして西日本と東日本では、例えば被差別部落の数っていう、そういうのも違いますし、文化的にそのようなものが異なっているんですよね。戦国初期において、東日本と西日本を分けるラインが尾張地方にあったっていう、そういうふうなことだろうというふうに思います。さらに日本の例で言うと、農民からですね、明治政府の初代総理大臣に上り詰めた伊藤博文なんですけれども、彼はですね、長州出身なんですけれども、長州っていうのは実はですね、対馬藩と仲が良くて、なぜ仲がいいのかっていうと、おそらく対馬藩を通してですね、大陸とですね、密貿易をしていたっていう、そういうふうなことがあってですね、対馬には長州の長州村っていう、長州の農民がですね、対馬に入植するっていう、そういうふうな村がですね、かなりあって、対馬と長州っていうのはかなり交流があったんですよね。例えば他にはですね、京都で、長州藩の藩士がですね、ピンチに陥ると、すぐ対馬藩の藩邸に逃げ込むという、そういうふうなことがあったりして、長州っていうのは、対馬藩を通して大陸と密貿易をしていてですね、これによって長州っていうのは日本っていう文化と大陸っていう文化の境目に位置していたっていう、そういうふうな結果ですね、その境目から現れた人物が伊藤博文であるっていう、そういうふうなことになると思います。そして、なぜですね、
そのような文化と文化の境目、文明と文明の境目に英雄が現れるのかっていうとですね、これは文化と文化の中にこう、まあ、100% 使って生活しているとですね、その文化が当たり前のものであるっていうふうに考えてしまって、まあそれが当然だと思って生まれて、そして死んでいくわけなんですけれども、文化と文化の境目で生活していると2つの文化を比べる、まあ、能力、頭脳っていうのが発達してですね、頭がくるくる回るようになるらしいんですよね。その結果、文化と文化の境目に生まれた人はですね、この世界でよろしくやる能力が備わっているっていう、そういうふうなことに、まあ、なります。これ私が個人的に言ってるっていう話じゃなくて、まあ有名なある、まあ、歴史学者が言ってるんですけれども、そしてですね、なぜ日本から世界を統一するであろう英雄が現れるのかっていうとですね、現在中国とアメリカっていうのが極めて強力な、まあ、貿易戦争っていうものを行っているんですけれども、やはりですね、まあ、アメリカっていうのは、まあ、西洋文明が生み出した鬼子みたいな、そういうふうな存在で、中国っていうのはですね、やはり、まあ、東アジアの雄であってですね、まあ、戦前、まあ、100年ぐらい前まではなんか眠っていてですね、もう中国もうダメなんじゃないかっていうふうに世界から思われていたんですけれども、まあ、ここ10年がぜんこうその眠れる獅子が目覚めたような状況で、GDP はもう日本の3倍に迫ろうかっていう、まあ、とんでもない状況になっているです、なっていて、まあ、アメリカと中国のですね、世界は一騎打ちの様相を呈しているんですけれども、ではアメリカ文明とですね、中国文明の境目はどこかっていうとですね、これは日本っていう、そういうふうなことになって、もうそのような文明の境目から英雄がおそらく現れるんではないかっていう、まあ、そういうふうな私の考え方になります。まあ、文明と文明の境目に現れる日本人がですね、頭がくるくる回るのかどうかっていうのは、ちょっとよくわからないんですけれども、まあ現れたらいいな的な、まあ、今日はそういう話でした。では失礼いたします。